邪魔すんじゃねえ、キング。てめえとも今ここで決着をつけてやったっていいんだぜ。何言ってんだ、京也。もっと冷静になれ。キング、てめえまさか忘れたわけじゃねえだろうな。は？初めに言ったはずだ。俺は誰ともつるむ気はねえ。俺がお前と一緒にいるのは、俺たちと同じ星のかけらの力を持つ奴らをぶっ潰し、最後に銀河、てめえとの決着をつけるためだとな。京也、京也さん、せっかくここまで一緒に頑張ってきたのに、今はそんなこと言ってる場合じゃありませんよ。そうだぜ、京也。京也、俺はお前が俺と戦いたいって言うなら、逃げも隠れもしない。いつでも正々堂々と受けてやる。けど今俺たちが戦って何になるんだ。俺とお前が戦うのは、大いなる災いを倒しネメシスの復活を阻止してからでも遅くはないだろう。今は俺やお前、勇気やデュナミス、キングたちとみんなで心を一つにしなきゃならない時なんだ。みんなでだと。なんだ、何がどうなってる。ちょ、面白くねえ。てめえらはてめえらで勝手にやってろ。京也、京也さん、待ってください。来るんじゃねえ。京也さん、京也、そんな、なんかよくわかんねえけど仲間割れか。こりゃこっちにとっちゃ好都合だぜ。おい、ヨハネス、奴をこのまま行かせてしまっていいのか。まあそう焦るなって。今日のところは一旦引き上げるぜ。引き上げる。どうやら敵も一枚岩じゃないようだ。それが分かっただけでも収穫ってもんだ。行くぜ、ヨハネス。チェン、仕方ない、待て、逃げるのか。お楽しみはまた今度だ。あーばよ。あ、キンガさん、キンガさん、京也。京也さん、なぜじゃ、どうしてなんじゃ。弁慶。嫌な風が吹き始めましたね。どうもすみませんでした、デュナミスさん。せっかく貴重な情報を教えてもらったというのに、こんなことになってしまって。にしても京也ってば、なんでってこんな時に。京也さん。京也はずっと打倒銀河に全てをかけてきた。あいつの気持ちもわからないことはないがな。でも大丈夫さ、いざとなればきっとあいつも力を貸してくれる。俺たちは残りのレジェンドブレーダーを見つけることに全力を注ごうぜ。ですね、デュナミスさんのおかげで残りのレジェンドブレーダーを見つけるための大きな手がかりも分かったんですから。世界中に飛び散った星のかけらは全部で10個。一つは敵の手の中にあり、一つはアグマの持つ土星のベイ、サイズクロノス、一つは私の持つ木星のベイ、ジェイド・ジュピター、一つは僕の持つ水星のベイ、マーキュリー・アヌビウス、そしてもう一つはキングが持つ火星のベイ、バイアレス DD。 四季のレジェンドブレーダーは秋の星座のベイ、ビッグバン・ペガシスを持つ俺と、春の星座のベイ、ファングレオーネを持つ京也さん、あと今のところ分かっているのは夏の星座のベイ、エルドラゴ・デストロイを持つリュウガ。これは京也以上に厄介だわ。残るレジェンドブレーダーは金星のベイ、ケツァルコアトルを持つ者と、四季のレジェンドブレーダーの一人、冬の星座のベイを持つ人か。冬の星座のベイ、そのどちらとも俺は違う。こりゃ飛んだ骨折り損だ。トレジャーハンターともあろうものが随分と無駄な宝探しをしちまったもんだぜ。リュウト、頑張れよレジェンドブレーダー、これも何かの縁だ。俺で力になれることがあればいつでも駆けつけるぜ。ありがとう、リュート。お前がいてくれたおかげで助かったぜ。とりあえずこの先はケツァルコアトルと冬の星座のベイ、ど
ちらかに的を絞って探しましょう。ケツァルコアトルに冬の星座のベイか。冬の星座といえば双子座に大犬座カニ座ないない。あとはお牛座。あ、あ、そうだ、そうじゃ、ダークブルのお牛座も冬の星座、もしかしてこの俺か。マサブルだ。何、四季のレジェンドブレーダー。そうなんだ、レジェンドブレーダーってのにも二通りあるみたいでさ、春、夏、秋、冬の星座にちなんだベイに星のかけらが宿ったらしいんです。秋の星座は銀河さんのペガシス、春の星座は京也さんのレオーネ、夏の星座は龍河のエルドラゴだ。残すは冬の星座のベイだけです。政宗の持つブリッツユニコルノは一角十座のベイ、冬の星座です。俺のブルモジェ。なるほど、政宗のユニコルノに星のかけらが宿っている可能性は残されているというわけか。政宗はまだ覚醒が遅れているだけかもしれないんだな。俺たちはこれからもう一度政宗の尻を引っ張っといてくるぜ。そうか、何にしてもよくそこまでたどり着いてくれた。ご苦労だったな、みんな。俺の悪意らは鷲座のペイ、夏の星座だ。同じ夏の星座の龍座に星のかけらが宿ったということは。おい翼、俺たち政宗を覚醒させるために強豪の集まるベイスター島の大会に出ようと思うんだ。よかったらお前も参加してくれよ。俺も。強敵は大いに越したことはないからな。ああ考えておく。それじゃ会場で待ってるからな。ああそうそう、ケンタはどうしてる？ケンタ？あいつのことだから一人でも頑張ってると思うけど、元気にしてるか？何を言ってるんだ、キンガ。ケンタはお前たちと一緒に。ケンタなら、うん、ケンタなら大丈夫だ、元気にしている。翼。そっか、それならいいんだけど、あいつ今何してんだ？それは。大丈夫、龍河のことは僕に任せて。あ、それからこのことは銀河たちには黙っといてよね。みんなに余計な心配はかけたくないから。それは銀河、お前が自分の目で確かめた方がいいだろう。ん？確かめるって？じきにわかるさ。やはりそうだったか。はい、あいつ自分は天の定めに従うまでだと。天の定めか、デュナミスめ。俺とお前が戦うのは大いなる災いを倒しネメシスの復活を阻止してからでも遅くはないだろう。ふざけるな！
のレジェンドブレーダー、残された一人は冬の星座のベイを持つ男。ベイスター島での熾烈なバトルを勝ち抜いて、今度こそユニコルノに眠ってる星のかけらを呼び覚ましてくれよな。期待してるぜ、マサムレ。冬の星座のレジェンドブレーダーはお前で決まりだ。次回ベイスター島の戦いにゴーチャー。